さて、仁鶴さんとさんまさんの楽屋話は意外な方向へ。もう壁にぶつかることはないでしょ、師匠でも。いや、もう壁ばっかりやね。今でも。あ、そりゃそうです。もうこんなもう、あの、キリないわ。はあ、壁ばっかりですね。もういいじゃないですか、うん、もう壁に、うん、壁なんて気にしなくてももう、キャリアもいいとは思ってるんやけれどもね、ここに本名の男がおってね、岡本武さんおるわけで、ほんでこいつが注意しおるわけね。やりすぎた時はちょっと控えたでやっとかな。はあ、調子のものすごいシャープな時は。この岡本武史立派ですね。ここで私の杉本隆美いつも褒めてくれるからダメなんですよ。ずっと褒めてくれる。ずっと褒めてくれるから。おええの。いやいやな、岡本武史君の方がいいですよ、そしたら。始まる。褒めるだけですから。ええやないの。褒めてもったら調子上がるがな。師匠、あの、師匠に一度聞きたかったんですけど。なんだんねん。どんなんかなって、師匠、その、どんなんかなって、あんまり面白ないわね。面白くないじゃないですか。それをチョイスしたのは、これはね、ラジオやってますやろ。ラジオ何本か。はいはい。ほんで、ハーキャー来るやろ。ほんで、あの、ハーキー読んであげるわけや。この次のハーキーはどんなんかな。ほんで、こう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 、誰それさんありがとう。次のハーキーはどんなんかな。なんか言うてる間に同じどんなんかな。言うにあった。節告げたらどないや言うて。はあ、次のハーキーはどんなんかなって節告げたんやんか。ああ、同じ時間やったらね。ちょっと面白い言うた方がええやろう言うて。同じ言葉ならね。言葉ならね。そうなんですよ。ああ、なるほど。なんでどんなんかなって言い出したね。あれ、ラジオからやね。もうやっぱりその努力、今のね、あの、VTR どうぞとか言うじゃないですか、番組のアナウンサーの人たちとか、我々とか、それでは VTR どうぞって。あれ、みんな工夫しなさすぎると思わないですか。なるほど、なるほど、なるほど。あそこで別に今の師匠がおっしゃられた、どんなんかなって、だから VTR、ね、どうぞって、どんどでもいいし、単純なことなんですけど、まあ、別にやらなくて成立するんでしょうけど、あれ一応やっといた方がいいですよね。ああ、と思うけどね。そういうサービス精神をいつも持ってるとね。いや、俺絶対必要やと思うんですよ、あそこ。だからそこで、やっぱりさすがやなと思うのは、所ジョージさんは、VTR 回転って、さすがに我々世代の、なるほど、あの人はミュージシャンですけど、お笑いを愛する人は、ちゃんと工夫してらっしゃる。ああ、工夫してんね。なるほど。まあ、50年、あなたも30、もう40年、近いねんけどね。はい。いろんなやり方の変化もあるけども、まあ、私の場合はなんとかまあまあ、ぼつぼつと来たなと思うけれども、あなたの場合まだこれからやからね、これからどういう、今までのペースで。今までのペースというか、だから、テレビ界をいつ退くかとかいう気持ちはやっぱり、あります。テレビが今面白くないと思うんですよ。ああ、そう思うか。だから、その要因として我々が長くテレビをやりすぎてるっていう、なるほど、ところも弊害がある。はい、だからベテランが残りすぎてる、まあ、逆に言うと力がありすぎる、それ、ああ、そう、それやんかっていう、絞り出せないねやろ、したから。だから、その部分で、まあ、僕たちが のければ、絶対また新しい笑いが生まれる。新しい笑いっていうのは上が のいたから生まれるもんとちゃうと思うねんけど、無理から下から上がってくるもんやからね、そのぐらいの力ないとね。そう、はい、重たい重しを上げられるぐらい力ないとね。とりあえず50年やってきました。ほんで今日はわざわざ来てくれて、はい、江戸からね、ありがとうございました。これから一つ頑張ってください。頑張って。締めようとしてらっしゃいますね。師匠疲れてきました。来た。まだまだ積もる話か。いや、もう師匠、あのね、積もる話はまたの機会に、ね、ええ機会選んでね。師匠、前からほんまそんなとこありません。ね、前も俺が仁鶴師匠の話ね、同じような話あったから、俺は「そうだ師匠、僕もね」って言ったら、自分は終わりたかった。僕東京から来てるんですよ、師匠と喋りたくて。
あのちょ迷惑だったんですか。なおたねありがたいと思ってるもんな。待ち焦がれてたんや。嘘ばっかりで。もう本当に。もうまた、あ、来週もやりましょうか。こんなんでよかったら。こんなんでよかったら。どうも本当にしょ。ありがとう。あの、こちらこそありがとうございます。すいません、どうも本当に。何なんだ。ファッションヘルス行ってるって。かっこ悪かったな。いくつだったの？いや、52ですよ、だから。あれ？あれってもう52。俺若い時52ってなんか絶対死んでも嫌だと思ったけどね。52じゃ52じゃどうにか納得するもんだよね。納得せなしゃあないし本人はね。俺還暦って言われた時にもあのね還暦の字がね頭に浮かんでね、はあ、もうねなんか杖ついて赤いなそうそんなイメージ三着をしてね、はあ、って歩いてる姿がね頭に浮かんじゃって、はあ、やんなっちゃったよ。えもうまだまだこの芸能界やるの？もうやめたりせえんの？俺ね、もう最近考えてね。でしょ？あの、やめるのは失礼だと思うんだよ。お客さんに？ファンに？ファンにね。はい。やめるって言わなくたってやめさせてくれるから。だって一人で悪いけど、まあ、番組なくなるけどね。徐々になくなれば、しょうがないじゃん。うん、まあ、それはそれ、ちょっとでええの。スパーンともう。スパーンと？うん、スパーンとやめても、かっこええやることないんだよ。さすやな。だって行くとこないもんだって。ほんとテレビ局と飲み屋しか知らないんだよ。と飲み屋とあとなんだデリヘルジョーしか知らないなんだほんまやからねそれ怖いわもうねあのねこういうドアのどこから見たねブサイクのデリヘルジョーぐらい笑うものなんてねこういう覗き眼鏡でドアでピンポーンって来ましたってこう見た時ねわーって言ったもん山田さんと言われちゃってあんたのせいでえらい目に遭ったもんね。箱の新宿の店であれなあのファッションさんの私俺の知り合いだからファッションヘルスでさんま顔出してくれ言うて頼むって言うてひょうきん族の休憩時間に二人で行ってねえサインしてくれ言うてサインこう紙に飾ってお姉ちゃんたち何でやるんだ喜んでたら そこ手入れ入っちゃったんだよね。次の日手入れ入ってほんで報道のカメラが入りよったその店にでいろいろ芸能人の方も来てるらしいって全部さんまより愛を込めるタケちゃんマンの顔描いてなあ、芸能人の方ってそこで一回パンが止まったんだけど冗談じゃないよあれはあの時期ちょっと不安減ったよね。さすが引いたねみんなじゃああの時俺はモテる男1位2位だったのよ。不安投票で抱かれたいタレントがほとんど1位2位だったの。その2人がファッションヘルス行ってるいてえらい芸能人でモテるモテるだけど全然モテへんねんなってなんかかっこ悪かったなあんたのせいでえらいよとあんたはねあのねあれだよテレビ局によってはねこんなに都合のいいやついないよ。僕が、うん、照明とだってカメラ持ってくればいいんだもんあと何もいらないんだよただ喋ってるだけなんだからこれ映したらだって持つんだもん。持つんだもん。他のあの発射スカークとかないんだね。セット作っちゃって。セット作って。準備ピンコだなんだってみんな出たり入ったり台本書いてああだこうだってやって一人と同じなんだろ。だから一人で持ってんだよ。一人で持ってない。だからそれ何こうしてゲストがいるわけそんなもん。だから照明とカメラだけ。パンダなんか一枚ないんで何にもしなくたって寝てる。ほんまやね。かわいそうなのはシャンとかいるピンのゲームばっかりで誰も見てくんないんだよ。あいつ同じだよ。これ聞かな俺これ聞くないやだんだん美味しくなってきましたよ俺ねこれじゃあ若いもう100万超えた明石家ここでこれだよ明石家ってここで食ってんのこのねあこのタイミングだったらすいませんこれでワインがね良くなってこれ食うとはいやこれはもう生きててよかったっていうかねほらアラブ万歳だよまあ意味わかんないけどどうした俺年取ってつまんなくて笑ってるから俺ものすごい大事なことで笑ってるのいや回るねもう俺も最近ベタなのが好きやもん俺ねこの間ね勇気を持ってモノマネやったんだよ。うん何のあのあれこんばんはってやったんだよ。こんばんは森喜朗ですって言ったんだよ。みんな引いちゃったいやどこにその笑いすごいからこんばんは森さん中ですとかいろいろやったらやればやるほどみんな引いてってまだ分かるだけいいなと思ってんだよ。
弾いてる方だか分かる、お前分かったからよかったなと。うん、だからもう長いでしょ、もうこの世界長いからどんどん一周回ってきて、くだらんことが面白くなったりする時、そうそうそう、ありますよね。あ、妙なね、うん、妙なことでね、あの笑いが止まらなくなったりね、うん、でちょっとひねくったネタがね、やだそういうのっていう、あちょっとやじだろうそれって、あ今の